チッキン、チッキン、チッキン、うん、カーネル先生、本日もよろしくお願いします。なんだここは。トイレじゃねえかよ。いらねえよ。食べ放題なのにカレーライスを持ってきたクソ芝、何やら盛り付けしております。そう、今日は超リッチなチキンカレーを食うのだ。じゃじゃじゃん、カーネルおじさんも顔真っ青になるチキンカレーでございます。カーネルおじさん泣くことしてる。さあ、この超ド迫力のチキンカレーをいただいていきましょう。おお、これはカレーのルーとチキンが融合してむっちゃうまそうに見えるんですけど、さあいただいていきましょう。これはね、思いのほか美味しい。食べ放題のカレーには珍しくビーフが結構入ってるよ。これ嬉しいね。カレーライスにフライドチキンって絶対美味しいやん。てかまずいところがないから、もう美味しさ伝わってるよね。これどんどん食べていきます。クソシバ大満足でございます。ケンタッキーで一番うまいのはやっぱこれやな。どっちから食べるか。クソシバは細い方から食べるのが大好き。だって後から大きい方むさぶりつけるやん。それがね、僕の楽しみなんですよ、チキンを食う時の。何何何、いきなり何をしだしたクソシバ。そして何もなかったかのようにチキンを食べます。足水虫やった、どうしよう。鳥にそうなの、わからん。わからんのかい。そしてクソシバの食べ放題は終わった。カレーだけでお腹いっぱいになっちゃった。残念。